今、天満の市場の近くのイタリアに入ってきて、何に釣られたか言うたら、あの50、飲み物が50円なんだよ、これ。10杯飲んでも500円、これにもう釣られて入ってきました。見たらビールなかったじゃん。ビールなかった。もうチューハイかハイボールか。で、調子こいで、来たら一人一品頼まれて、なんか高安頼まなかった。よくあるでしょ。めっちゃいいなぁ思ってくる。あ、でもすごい、匂いはめっちゃオリーブというか、なんかイタリアンというか、ニンニクか。すごい。はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3軒目です。どうしたの、バケット。つねうん、これお昼飲むあれですね、酔いますね。これでも天まで飲もう思ったら、これ昼間から晩までずーっと飲めますね、これ。何でやってんの。昼の11時から、昼飲みからの夜まで。まあまあおもろいですね、ディープ。なんか、ね、まあまあディープでまあまあおもろいですね。なんじゃこれみたいないっぱいあるし。はい、そんな感じでちょっと行きたいと思います。はい、アヒージョ来ました。1180円。お前の税上のエビ本読んだくだけ。100円ぐらい原価ですか。150円ぐらいらしいです。まあまあいただきましょうか。はい、はい、タコのバリシア風来ましたからの2杯目です。でまたこの目の心理が今からたこ焼きも食いに来るんで、もう大変ですし。酔いました。お付き合いされてすいません。今午後2時ぐらいですけど、これ今からオープンですね、これ。俺名物豚足。豚足、あ、豚足食ったことないっすわ。うまいっすか。なんか、コラーゲンみたいな感じですか、あれ。私イメージ。はい、さあ行こう。あ、お前の目的地かな、はい、目的地106。ちょっと天狗長いこと天狗居すぎてしまいましたね。天狗行こう。三軒です。天狗行って電車乗って西田に帰りましょう、はい、そうしましょう、はい、いやもうちょっと酔っ払ってしまいましたね。これ抜けたら早いね。パチンコ相当ちゃんなら乗る。中抜けたら早いね。そんなわけでいかないかな。あ、これですか。さあ、まあ、まあ、なんだか天狗が終わって、はい、あ、無理ですね。じゃあこれから天禄向かっていきたいと思います。はい、そんなんでしょ。まあ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 、もうもう食ったな。もう食いましたね。これ天狗やな、お前のあれやな、天狗の良し。はい、あー、良い、あ、夜店、夜店やな。いらんけど。台湾なんか、あれっすね。え、ここ歩けたら、あの東南アジアぐらいはなんかちょっと制覇できそうですね。あー、行けるな。はい、もう何でもかんだろうね。タイ、台湾、中華、ベトナム、まあ、いろいろ。まあ、日本はもちろん、いろいろアジア系はなんか、なるほど、いろいろ個性的なところ見える、あの超個性的なこの辺は、ね、あの危ないです。なんか買ってみたいな。ほらほらほら、もやちょっと個性的やん。オープンしたです。新しい。出てきてんな。はい。いいんだな。で、パンツで。
そうっすね。あれ、あれ、あれ、広いやん。これ、すごいな。あ。はい、今シーンに怒られました。怒られました。あの、トラを取ったら怒られました。撮影禁止してるんで、はい、すいません。今だから別にすいません、はい、でこれで大阪のおばちゃん怖い。200です。え服200円、メルカリで買っても最低300円ですから、ね、今あの天童子、天童子ね。ほらこれもあれよ、なもちゃん1000円オフ、ついてる値段から1000円オフ、すごいな。高い信号まで行ったら天禄の終了ですよ。ああ、なるほど。一応商店街の終了あれがついに歩き切りましたね。今もう天禄歩いてますけど、もう商店街最初来ましたね。おお、まあそこに見えてます。最終が最終して、多分スタートが覚えてない。スタート何時やってる。覚えてない。多分まあ3時間4時間ぐらいはもう歩いてるんですかね。もう4時間は歩いてないか。途中で飲み過ぎてるから。そうですね。これほらまだ来た。ちゃうこれはまだ来た。お、ほんとや。あ、でも何でやんねん。このもカットしてほしいね、こしか。はい、これもうこっち側映してるんで。ああ、すごい流行ったな。回る元禄寿司。元禄元禄あれがあの確かに、発祥や。何のですか。くるくるの発祥ちゃうかも。あ、そうなんですか。あれ南はあれ、あれが修行回すか。ごめん、間違った。多分そうらしい。あれが、はい、最終地点ですわ。いや、もうついにゴールですね。ゴール決めました。だからここから阪急になります。あ、地下鉄じゃない、はい、阪急の、これはあのこっからが、またほんまや。橋と橋に歩く。あいつ何個はねえな。すげえ。こんな感じで僕は電車乗って帰りましょう。はい、帰ります。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。天禄着きました。ありがとうございます。